初めてチーム立ち上がって、ディフェンスとしては失点ゼロっていうところを目標にしてたので、5失点はすごく悔しいんですけど、その中でも、ラインコントロールだったり、できた部分もあるので、あとはやっぱり最後、ゴール前で体張ることだったり、球際の強さっていうのはもっと突き詰めていかないといけないなというのは感じました。あとは自分が売りにしているのは、守備の部分なので、やっぱ最後のところでやらせないことだったり、足の速い選手に対しての裏の対応っていうのは、どんどんアピールしていきたいなと思います。はい。やっぱディフェンスとしては失点ゼロで、なんとしても勝ちたいなと思います。